おはようございます、車の中での録音をしています。今日はですね、睡眠時間についてお話ししてみようと思います。で、睡眠時間というのは何時間がいいんだろうっていうことをね、これもいろいろ言われてるんですけれども、これも、まあ、いろんな統計は出てて、大体ですね、寝すぎても良くないし、少なすぎても良くない、寿命に関係してて寿命が縮まるっていうことですね。で、3時間とかではやはりね、少ないと思うんですね。かなり厳しい、体もやはり持たないですので、理想としては大体その長生きしてる人の時間帯っていうのは統計上見ると6時間ぐらい、6時間前後って言われています。ですからそれぐらいがまあ一番人間の体にはいいのかなと思うんですけど、ただ体の状況とかね、その時の自分の状態、まあ、季節によってもまた少し違ってくるのかもしれないですね。だから一概に何時間寝たからいいというものなんです。それがベストっていうことでもないと思います。その日の体調、その時の状況、やはり体に疲労が溜まっている時っていうのは多分6時間では足りないと思うんですね。8時間10時間、あれ必要かもしれないですよね。だから自分自身の体調を見て疲れが溜まってきてる時はやはりしっかり睡眠をとるということですね。で、僕自身は今だいたい5時間ぐらいを目安にしています。これは少ないのかもしれないですけれども、できないことはないと思うし、案外それでもう本当何年も起きてるんですね。で、体としては、まあ調子がいいと。ですからそれぞれ人によるとよるんだと思うんですけれども、睡眠時間っていうのをですね、自分なりにある程度、これも習慣で、決めた方がいいっていうか、ある程度こう同じ睡眠時間を継続していこうがリズムは整うなという気はしています。僕の場合は5時間ぐらいを整えていく。で、そのために最近ちょっとやってるのが睡眠時間を計測するっていうことをしています。これアプリで、アプリというか携帯のスマートフォンのアプリでそういう睡眠時間をチェックしてくれる、寝るときにボタンをポンと押して、そして起きたらポンと押す、それによって、寝入り花の時間どれぐらいで寝るかっていう時間を設定しておいて睡眠時間を出してくれるっていうのがあって、それでなくてもいいと思うんですけど、機械じゃなくても自分で何時に寝て何時に起きた、で睡眠時間がどれぐらいかっていうのをね、計測していくといいと思うんですね。で、それによって、何時間ぐらい寝たら自分の朝の目覚めとか、朝目覚めた時に体調がどうかっていうことを見ていく、すると自分自身のある程度の理想の睡眠時間っていうのが分かってくると思います。ですからそういうふうにね、自分でやはり、計測していく。人間って頭でね、何時間寝たらいいんですかっていうふうに決めて、そしてそれを求めようとするんですけど、本当はそうじゃないと思うんですね。自分自身の体が知ってる本当の睡眠時間って知ってるわけですから、それに人によって違うわけですから、睡眠時間っていうのを自分自身で検証していく、そして、どれくらいの時間を寝たら一番体調がいいのかな、その日一日こうベストな状態で過ごせるかなっていうのをね、計測していくといいと思います。ですから僕自身も今まで正直言うとあまりそういうことはね、きちっとしてこなかったので、今後それをしていってどれくらいの睡眠時間がベストなのかっていうのを出していこうと思っています。以上になります。今日はどうもありがとうございます。